宇部高山専用道路。宇部高山専用道路は、山口県宇部市から道県三市に至る宇部高山の専用道路である。正式名称は、宇部高山宇部、三高速道路、宇部高山宇部、三高速道路。全長 31.94km に及ぶ、日本一長い市道である。百六十七年、昭和十二年着工、百七十二年、 昭和47年から部分強用され、1975年、昭和50年に、高山大橋を除く区間が全通。1982年、昭和57年の、高山大橋開通により、現在のルートが完成した。宇部市大技小串の宇部高山宇部セメント工場から、峰市伊佐町、伊佐の宇部高山伊佐セメント工場までを結び、 伊佐石灰石灰山で採掘した石灰石と伊佐セメント工場で作ったセメントの半製品リンカーを専用トレーラーで運搬している。工場構内にある道路という位置づけのため、道路交通法や道路運送法、道路運送車両法などの適用は受けていない。口述の通り、かつてこれらの輸送には、 国鉄ミネの貨物列車を利用していたが、昭和中期から後期にかけての国鉄の旅重なる貨物運賃値,値上げや労働組合運動激化によるストケンスト頻発により、拠点間輸送の効率化と安定化の必要に迫られた結果として道路建設された経緯がある。完全に隔離された私有地のため、一般的な道路交通法などの制限は受けないが、 専用道路内を運転するには、私有地を所有する宇部高山の許可が必要である。作業者は、車内審査と講習を受けて、運転資格を取得することが義務付けられており、制限速度時速 70km をはじめとする、ルールが細部まで厳格に設定されている。経路の途中では、中国自動車道と並行して走り、国道2号の下をくぐり抜けて、 山陽新幹線の上をまたいだりしながら、宇部港の宇部セメント工場まで続いている。宇部港では、橋町1 2 0メートルの高山大橋で海を渡る。宇部市大畑小串で一般道路と平面交差しており、一般道の交通遮断とご侵入防止のために、鉄道の踏切警報器が設けられている。この踏切は、過去に、ダウトを探せ R、TBSK や、 何これ珍百景、テレビ朝日系などのテレビ番組で紹介されたことがある。40トン積みトレーラーを2両連結したダブルストレーラーを牽引している。約8年サイクルで車両を更新している。一般の交通規則は適用されないため、一般道路を走行できる車両に装着が義務付けられているナンバープレートは付けていない。高山大橋は、 宇部市大浅小串と同市、大浅西沖の山の間の宇部港内、古東川河口をまたぐ橋として、1982年、昭和57年3月に開通。設計、施工、建材製造のすべてを、宇部港産とその子会社、関連会社が行っている。これは、当時の宇部港産本体及び、関連会社の富士車両が、高校造物工事の建設業許可を持ち、 公共の制作を手掛けていたこと、子会社に建設コンサルタント、上高産コンサルタントが存在しため、可能となったことである。運河の航路を確保するために、36メートルの高さが必要であった上、橋の奇襲点が平地であったため、6%の急勾配となっている。当時、上部高校時の上高山上鉄工所、 富士車両共同企業体の代表責任者を務めた、元宇部高山専務の富士野清の解雇によれば、宇部高沖の乗り漁場に影響を与えずに建設する必要があったため、基礎塗の交換重量6400トン、上部構造の重量1万トンという巨大な橋梁を一括、佳境するという手法が採用された。橋梁は4つの部分に分けて、工場で製作し、 本州四国連絡橋の架橋用に建造された世界最大級3000トンのフローティングクレーン船、武蔵で釣り上げて、宇部港まで運搬。京大に設置する作業は、長岡技術科学大学教授の笹戸松次の監修のもとで行われた。これら一連の工事は、21ヶ月間で無事故のうちに完工したという。なお、高山大橋は1982年、 昭和57年に日本工構造協会の業績賞を受賞。翌1983年、昭和58年には民間企業発注の橋としては初めて土木学会、田中賞を受賞している。下記はすべて立体交差。ただし、印の箇所にはランプとゲート、通常は閉鎖があり、一般道と接続している。専用道路改造前までは、 伊佐工場ミネ駅間に自ら建設した貨物専用線を介して、ミネ駅、ミネ線宇部港駅、宇部線間で、宇部港産の石炭、石灰石油層が実施されていた。最盛期には、宇部港駅とミネ駅の貨物取扱量が年間約770万トン、1978年度に上り、当時の日本一であった。しかし、1998年に、 中国電力ミスミ発電所との間で炭酸カルシウムフライアッシュの双方輸送を開始した際、同区間の鉄道による石灰石輸送は終了した。なお、この輸送ルートにあたる米き浅い山陽本線間には、この区間での平面交差を避ける目的で単線の別線が設けられていた。現在は別線部分は廃線となっている。1994年、 平成6年に開催された広島アジア競技大会では、この道路を使用して自転車のロードレース競技が行われた。道路脇にある宇部鉱山専用道路の看板はこの時設置されたものであ。映画、釣り場か西十二史上最大の有給休,休暇では、鉱山大橋を走行する場面が見られた。内田康夫の推理小説、汚れちまった道、浅見光彦シリーズでは、 主人公、浅見光彦が宇部から峰までの短絡ルートとして、山口県警から特別許可を得て、高山道路を利用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。